オフィシャルホームページをご覧の皆さん、トキコさんの時に出演いたします、高橋由美子です。そうですね、そのなんて言うんでしょう、日常の断片を切り取ったその人物を描くのが素晴らしい方ですので、その中でもちょっと歪んだ人物たちを今回はどのように描いてくださるのか、またそれをどうやって自分たちが演じていけるのかっていう、そういう楽しみはありますね。はい、そうですね。いや、飾ってた時期もあるんですよ。だけどその飾ってた時期を通り越して、意外とその飾ってたなって思うところが、それがだんだん素になってきてっていう部分もあったりして、まあ、あの女優さんって、まあ、いろいろその 100人いれば100通りあるお芝居のプランっていっぱいあるとは思うんですけど、私の場合はその天才的に何かを生み出すタイプだとは自分は思っていなくて、どちらかというとこう踏み固めていった上で、どうやってこうあがいてる姿を見ていただけるかっていう、だから自分の中に正解があるっていうよりは、お客様の中にいろんなパターンの正解があってもいいかなっていうのが芝居をやってて毎回思うことなので、なのでお芝居で、まあ、変な話満足するってことはあんまないですね。なんだろうな、これすごいベストで、これ正解だと思った瞬間になぞろうとする自分がいたりして、同じことをで、そうするとどん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 それが嘘に嘘を重ねていくっていうテイストになっていってるんじゃないかなっていう恐怖心に駆られてできなくなるっていうのが、まあまあ一時期あったり、そういうこともあったので、そうではないパターンの、できないならできないなりにそもがき苦しんでいる姿を見ていただこうっていう、だからそれが多分田村さんの中でさらけ出すというか、あの裸になれるというか、そういうイメージにつながってるのかなと、はい、思いましたけどもうね、今恐怖でしかないですね。なんか田村さんがあんまりこういうふうにこういうふうにしてほしい、ああいうふうにしてほしいって稽古前から考えていく方ではないので、その役者さんが出してきたものに対していろいろ意見を言いながらこう作品を作っていくって先ほどおっしゃってたので、考えていかなきゃいけないんだっていうのはちょっと、そうかっていう恐怖心が今あります鈴木さんもお若いのにびっくりするぐらいしっかりしてらっしゃるから、まあ、そのしっかりしている彼のとんでもない部分を引き出してみたいなとも思うし、とちらかってるところも見てみたいし、なんかだからそういう意味でなんかみんなで作り上げていく、その紆余曲折ながらもやっていく、そういう現場をまた経験できることを、まあ、喜びに感じているっていうのは正直な気持ちはありますね。相棒の最後の10分を見てる時がすごい幸せもうすぐ終わる、その10分ぐらい前からが一番なんか毎日幸せを感じてます解決に導くまでのこのプロセスの最後の、そう、正当な時もあればすごい歪んでる時もあるし、マジかっていう、こう笑えるところもあったりみたいな、その作品によってこういろんなテイストでもやってるので、それをもう一視聴者としていつも最後の10分がすごい楽しくて見てるっていう、そんな風になんか感じれる日常を忘れてはいけないなっていう、その見る側としてっていうのをね、
今痛感してますね。今回、みんなで一つの作品を作っていくという、また私のワクワクするような時間がやってきます。そのワクワクしている時間を見に来ていただいたお客様と一緒に共有できたらなと思いますので、もしお時間がありましたら劇場へお越しください。お待ちしております。